簡単にできるシバメの読み方教えます。カップの縁を見た時にこっちは綺麗な縁、こっち側は崩れたり剥げたりしてる部分です。これはカップを切った時にこっち側はシバの先っちょだけ綺麗にカットされてる状態、こっちはカップの目の根元をカットされてるからこっちに向いてるシバが全部取れて崩れてる状態なので、目は上から下に流れてる状態になります。なのでこっち側に基本的に切れやすいです。